できたてのみたい。一番最後にここで出来たてのお水を飲んでいただきます。まだ飲まない。今飲んじゃうと寒くなっちゃうといけない。今皆さんね、水質の試験室でいろいろ伺ってきたと思うんですけども、浄水場非常に難しいのは、いつも同じ原料が来るんじゃないんですね。濁ったりそうじゃなかったりするんで、その都度それをどの沈めやすくするような努力を日々行ってて、それでいつも均一なお水を出している。それを水質試験でしっかり検査をしていただいているということになります。ではちょっとこちらの方へ。今向かって右手に見えておりますのが、順番逆になってますが、浄水場の一番最後の関門のろ過地になります。ここの水はほぼ濁度が、濁質分はありません。濁質ゼロということで、